今回は洗面台の掃除をやっていきます。では早速手袋をして始めていきますが、ちゃんと掃除をするのはしばらくぶりなので結構汚れていると思うんですよ。特に排水口の中が汚れていると思いますので、その排水口から掃除を始めていきます。では線を取りまして、まあ結構水垢ついてますね。でパーツを外しまして、先にちょっとぬめり落としましょうか。ここのパーツも取りまして、でこのパーツ類にカビキラーを吹きかけておきます。でここの穴の中にも吹きかけまして、で放置している間に他のところを洗っていきますけど、まずこの蛇口とレバーをこちらのメラミンスポンジで洗っていきます。少し濡らしまして、でそれほどひどくないので、まあ、しっかりメラミンスポンジで擦るだけで落ちると思います。メラミンスポンジって見た目以上に硬いので、あまり強くやっちゃうと金属にメッキをしている方はそこまで心配しなくてもいいかもしれませんが、こっちはプラスチックにメッキしてますけれども、そういったところだとちょっと気になりますよね。なので力加減を注意しながら磨いていくといったやり方の方がいいと思いますね。あと台所洗剤とか洗剤何でもいいんですけども、少し含ませると滑るようになりますので、滑るようになるっていうことはそれだけ研磨力が落ちてしまうんですけれども、傷が心配であれば逆に研磨力をそういった洗剤をつけて下げて使うというやり方もありますよね。続きまして洗面ボールを右側から洗っていきますけれども、使うものはまずスコッティファインの洗って使えるペーパータオル、これを少し濡らしまして、はい、そしてホコリも乗っかってますので、ホコリを集めながら、こちらバスマジックにですね、これ鬼滅の刃バージョンなんですけども、別に何でもいいんですよ。何でもいいというか、洗面ボールの掃除って結局水回りですから、水回りに使うような洗剤であれば何でも OK なんですよね。トイレマジックリンでもいいですし、中性洗剤、台所洗剤でも OK なんですよ。ただスプレーに入ってる方が使いやすいじゃないですか。なのでお風呂用の洗剤を使うのがいいのかなというふうに思うんですよね。最近の洗面ボールはプラスチック製が多くなりましたよね。プラスチック製ですとやっぱり擦って落とすという風なやり方が傷が心配なのでなかなかできないですよね。ぬめり汚れとか黒ずみ汚れとか飛び跳ねたような状態だったら、ただ拭くだけでも洗剤をよく効かすことができれば落とせますけれども、水垢がついているとやっぱりある程度しっかり擦ってあげないと落ちないというケースがありますよね。そんな時にプラスチック製ですと不安ですよ。先ほどのメラミンスポンジも怖いですし、ちょっとザラザラしたような研磨スポンジも怖いですよね。陶器であればその心配全くないんですよね。結構固めのスポンジでゴシゴシ磨いても大丈夫ですし、クレンザーも使えるじゃないですか。水垢用のクレンザーももちろん使えますし、キッチン用のクレンザーも使えるので、そういった部分では陶器製の方が使える洗剤とかお掃除グッズの幅が広いので、その点で迷わないんですけれども、プラスチック製ですと水垢とか、あと金属石鹸ですね、石鹸カスの一つの、そういった汚れを落とすときは酸性洗剤を使うという選択しかないんですよね、基本的には。
プラスチックに傷がつかないような研磨剤といいますか、研磨できるようなもので磨いて落とすというやり方もありますけれども、例えば重曹クレンザーですよね。でも洗浄力がやっぱり落ちてしまうというところで、酸性洗剤を使って落とすのがいいのかなと。じゃあどんな洗剤を使ったらいいのかというところですが、お風呂用の洗剤でも酸性のものがあるんですよ。例えばお風呂用トゥインクルとか、生ハゲお風呂用もそうですよね。そういったものを使うとか、あとはクエン酸もそうですよね。クエン酸、この間クエン酸をこのボールにですね、水で溶かしてそれで掃除をした動画を上げていますので、気になる方は概要欄にリンクを貼ってきますので、ぜひチェックをしてみてください。はい、一通り洗いましたのでペーパーを一旦すすぎます。この洗って使えるペーパータオルは、今朝食器を洗ってその後食器拭きに一度使ったものですね。今お昼過ぎなんですが、それまで乾かしていてリサイクルしていると。今回だけじゃないんですけれども、そのように一度食器拭きに使ったものを掃除に使って捨てるというやり方をよくしてますね。非常にしっかりしていて拭きごたえもあるので、本当に掃除によく使ってるんですけれども、手放せないお掃除グッズの一つですね。この洗面ボウルにはいろんな汚れがつくじゃないですか。でも大きく分けると2つぐらいに絞られるんですよね。正確に言うと3つかもしれませんが、でも2つとして覚えていた方がいいのかなと思うんですが、まず1つは生き物汚れですよね。生き物汚れ、排水口今カビキラーでつけてますけれども、黒ずみ汚れとか黒カビとかぬめり汚れ、他にも突き当たりのところとか蛇口の水が出るところとかにも黒カビ生えたりしますけれども、そういった生き物汚れ。でもう一つが水垢や金属石鹸などの硬くて白っぽいザラザラした汚れ。そのザラザラした硬い汚れは酸で溶かして落とすか、それらよりも硬いものでこすって落とすかというやり方になりますよね。はい、排水口パーツをすすいでいきます。でそれともう一つの生き物汚れ、この生き物汚れはカビキラーなどの塩素系に弱いんですよ。なので基本的には中性洗剤で掃除をするというやり方がいいと思うんですけれども、中性洗剤で落とせない汚れがあった時には塩素系を使って生き物汚れを落としつつ、ザラザラした汚れは酸性洗剤で落とすか、陶器であれば研磨スポンジで落としたりクレンザーで落とすと。陶器であっても酸で落とすというやり方使ってもあれですけれどもね、そのような形のやり方になるのかなというふうに思いますね。ではもう一度ここで排水口にカビキラーを少しずつ出しまして、はい、フル歯ブラシで仕上げていきます。つけただけでは落とせない汚れもありますので、ブラシ洗いをこのタイミングで入れてあげる。こんなところでしょうか。では続いていきますね。はい、それでは最後にマイクロファイバークロスで拭き上げていきます。一番綺麗な状態でまずは蛇口とかレバーの水気を拭いていきます。このマイクロファイバークロスは車用なんですよね。お掃除用のマイクロファイバークロスもいろいろ種類ありますけれども、大きいものがあまりないじゃないですか。どちらかというと大きいものの方が拭き上げるときにたっぷり吸ってくれますし、一拭きが大きいので時短にもつながりやすいのかなと思って、車用のマイクロファイバークロスをよく使ってますね。はい、で排水口パーツを戻していきましょうか。ちなみに我が家の洗面台は TOTO 製ですね。はい、それではボール内も拭き上げていきます。はい、これで終わりですね。はい、ということで今回は少し丁寧めに洗面ボウルの掃除をしてみましたが、いかがでしたでしょうか。もっと丁寧に汚れを残さずしっかり掃除をしたいという場合は、今回お風呂用の洗剤使いましたけれども、そこを酸性洗剤に変えて掃除をすると水垢や金属石鹸まで落とすことができます。あと今回の掃除では線についた水垢は落とすことができません。そこについては私はよくクレンザーを使って落としたりしてますけれども、そのように今回よりももっと
と丁寧にしっかり掃除をしたいという方は、以前栓の水垢取りとか、あとこの蛇口の中にフィルターがあるんですよ。今回やってませんけれども、この 裏側にここストッパーがありまして、これを取って中を洗えるんですけれども、そこの掃除をした時の動画もありますんで、概要欄に貼っておきますね。はい、ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。モテギカズヤの YouTube チャンネル、モテギ流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも